清水区横砂の山あいにあるみかん畑。2ヶ月後に収穫を控えていたみかんが土砂に流されこちらまで来てしまっています。先月24日、山から崩れた土砂がみかん農家小川義正さんの畑に流れ込み、みかんの木や苗木合わせておよそ40本をなぎ倒しました。収穫量でおよそ600キロの損失です。大変残念な気持ちですね。収穫前のみかんが流されてしまったということは非常に悲しい。みかんの木だけでなく、農機具小屋や斜面での作業に欠かせないモノレールも土砂に飲まれ、残ったみかんの収穫にも支障が出ています。収穫してもその収穫した果実を運び出す手立てが、搬送用の機械が破壊されてしまったので、おそらく全数は取り切れないと思ってます。土砂の撤去については、崩壊した沢の部分は行政から補助が出るものの、畑の部分は所有者が自費で行わなければならないということです。レールも引き直さなくていけないし、機械も買わなくちゃいけないし、その費用も多大なものがかかるんで、その辺もこれから検討しなくてはならないですね。JA 清水によると、清水区での農業への被害について少なくとも130件の報告があり、さらに増える可能性があるということです。